ーホルダーがね。何のキーホルダーこれ、ね、まあ、見ててくださいよ、はい、まあ、白いやつね、うん、このぐらいの、うん、開けるとなんとなんとなんと、あ、かわいい、よく出てくるんです。そう、この白い物体は卵だったんです。卵か、これ何、キーホルダー、キーホルダー、何この黄色いの、じゃあリミ開けて、何でしょう。ん何これ、入ってました。君かわいい、どう、ゴリラ、君かわいくない、かわいい、かわいいな、背中にチャックがついてて、ね、ペンケースなんです、これ、こんな感じ。でもなんか長いの入んなそうだね、ちょっと短めな気がする。え、でも、うん、ザリガニもこれぐらいだった。本当、うん、あ、でもシャーペンに、シャーペンはそんな長くなくても大丈夫か。とてもかわいい、ほんとかわいいじゃん、ピンクだし持ち方あげつない、ごめんね、やしやしじゃあママの本性が、そんなことない、ママ優しいこんな感じ。あ、こっちの方がなんか入りそう、汚れるんだよね、ピンク。確かに、だったらこっちの方がまだ汚れないかなと思って。あ、まあね、ザリガニ使ってたからはあるんだけど、めっちゃ汚れるよね、これ。ザリガニみたいな筆箱を探してるそうです。そうなんですよ、目立つね、かわいいやつ。え、これにすんの、うん、こっちにする、うん、気に入った運命の出会いはこの子でした。さっきのは訂正します。嵐のさ、嵐のさ、うん、ラブなんとかのさ、うん、初めのところだ。何、じゃん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 って、え、知らない、何、あ、でも嵐の曲は使えませんわ豚、これ全部筆箱です。え、ちょっとちょっとちょっと、この子見させない、見させない、どうして見たかった、これ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 、じゃーん、イケアの流行ってるさやつと一緒、これも背中にチャックついてる、かわいいね、ブタさん。さっきのブタさんよりこっちのブタさんの方がかわいい。これ最強、これ誰誰とか言う、怠け者、怠け者、怠け者、一番ダメじゃん、怠けちゃん、しーちゃんがいないから。この顔かわいい、ここのね、豚さんかわいかった、ほんとだ。あとさ、しーちゃんがさ前使ってた筆箱こっちにあるよ。マジ、これこれ昔使ってた、あ、昔使ってたやつだよね、これ、これこの辺のやつよね、これの入れ違いバージョンも、なんかさ、これでかいのあるよ、超たっぷり入りそうこっちかも、でもさ、かわいくない、でもかわいいね、普通に春だしね、明るい色でもいいよね。そうね、かわいい、かわいい、これ立てるやつもかわいいけどね、かかるんだよね、確かに、誰か使ってそうだよね、そうだよね、絶対使ってえ、それ友達、あ、持ってるの、あ、こういうタイプも人気だよね、このなんか手帳っぽい、手帳型ね、形、これが一番好き、リミ、これが一番好き、これいいよね、この形も、これも一つ、あ、そっか、開けてられる、うん、まあ、開けるのはどことかさ、こいつだよね、確かに、それは一理ある、まあまあまあ、まあまあまあ、まあ、リミちゃんもこれこの子にしましたね。あー、やめて、あー、この服めっちゃ可愛いっていうか、もう入れちゃいました、取る前にゲット。いや、可愛いよね、でも白も良かったんだけど、ね、白ね、 L しかなくて、 L と XL しか、あと、ね、ちょっと透けそうなんだよね、それを踏まえて黒にしました。なんでリミちゃんと久々にお揃いで買います。ほら、呆れてるよ、妹がじゃあ行こう、最近私呆れられてますか、うん、テンションがだって高すぎだからはい、行きましょう。何、テレビの広告で見た、これ、マジ？雪見大福。え、雪見大福可愛くない？可愛い、可愛いんだけど、めっちゃ本やん。あとね、コアラのマーチかなんかもあったけど、マジ？テレビでやってた。へえ。見て。可愛い。輪ゴム。
しーちゃんこれ持ってるよね、もの、うん、これちょっと大きいんだよね。大きいよね。これも大きいかな。どうかな。私が求めてるのはキャラものじゃない。スマホが入るぐらいだよ。そんな大きくない。お塩まつ。やば。写真入るってこと？うん、あ、すごい写真置けるんだ。ここに推しの写真を入れて、入れて拝むのね。拝んでこう貯金。面白い。ピーちゃんこれ全部これかわいいな。どれ？ピエロっぽくて可愛い。これも筆箱？筆箱。あとね、魚がいるよ。そうなの、魚がいるの。これ筆箱。筆箱。ボス的にこれかなみたいな。ああ。なんかちょっと入んないパターン。これ超でかいじゃん。めっちゃ大きいよねこれ。でもこれも筆箱？筆箱。すごい。しーちゃんここの横に来て。いや、これはすごいね。うん。ないですか、気に入ったの。この子かわいいよね。こんにちは。さっきのところより種類がある。正直言うとさ、うん、汚れが目立たないっていう理由でゴリラ。あ、汚れが目立たないのがいいの。それ何、猫ブラッカー。これ猫なの。トラじゃん、トラ。トラ。ゴリラが良かったの。あるよ、ゴリラ。あ、ゴリラ。ごめん、いたのね。ゴリラいない。鳥ないね。ピオ太郎。ピオ太郎です。名前がつきました。ピオ太郎。女なのにピオ太郎。ピオ三昧とかじゃん。ピオ三昧。何ピオ三昧。せーの、ピオ三昧。ギター？ギターの。ギター。あ、でかい。でかいの。これは男用じゃないの、こういう感じ。これはバッグ。バッグだよね。これはペン。ペンケースだよね。でもちょっと可愛げはないね。ね。言わなきゃなんかギターってわからなそうな。ねえ、ひよ太郎。ひよ太郎、おとなしくしてください。カメラにぶつかってこないでください。かわいい。かわいい。缶もあるよ。あ、普通のこれもあるよ、しーちゃん。食べっ子、ペンポーチ。派手だけど、めっちゃ派手。ねえねえねえ、これ可愛いかなと思ったの。うん、入んないかな、ペン。うん、入んない。これなんかちょっと背がないね。可愛いけど、もうちょっと長ければ。でも可愛い。入んないか。でも最近これすごいの好きじゃない、リミちゃん。出来が可愛い。あ、リミ、スマホケースがあるよ。あ、ごめん、スマホケース。このライオン可愛くない、埋もれてるの。これ可愛い。けどリミ。リミのサイズ。スマホバリバリだからやだ。普通にキーホルダーもある。コップがある。可愛いですね。そうですね。リミちゃんね、ちょっとね、小銭入れがないお財布なので、財布もちょっと買いたいと思います。これ広げてみて、かわいいね、これ。ちっちゃめでお札入って、今まで持ってる財布で小銭が入んないっていうね。何で入んないんだ。いいね。何これ。ん、これお金がほら落ちないようにここでストップされる。いいじゃん。じゃあこれにする。使ったことない。うん、いいんじゃない、ちっちゃくて。あんまり大きいとさ、使いづらいから。これにします。これにしよう。嫌なの。マイクラの財布。かわいくない。後ろチャック。あ、本当だ。これ何、これ。メタモン、ポケモンの名前。どこにチャックついてんの。ちょっとこれもまた入らない。ちょっと ちっちゃめだね。座るの。あ、立つのね。またこの子来たけど、ギリギリ入る。何これ。餃子です、皆さん。焼き具合は。焼き具合はこんな感じ。
これはこれで可愛いけどね。難しいね、迷いますね。なんでこんなとこに餃子持てるならこっち。そうなの？なんで？シホやべえとか聞かれるんじゃないの逆に。餃子可愛いな。シホやべえって。ピノン。これ何？どんなの形？見せて。こんな形。おお。普通にピノみたいな。いろんな種類があるね。ん？ねえ、どこにでも登場してんだけど。めっちゃ食べようとしてんじゃん、リーで。ここに餃子がいっぱいありました。あとホタテのミニポーチもありました。ホタテ入れたら可愛いから。ホタテ入れたら可愛いかも。じゃーん。可愛い。